今回は箱型のロボットの役をやらせていただけることになりまして、で完成したのを見てやっぱり師匠うまいなって思いました。なあクライブ、テレビで悪党を演じるよりも実際に悪いことをやる方がずっと楽しいな。ろくでなし名字。はい、すぐに。どんな声出してんの、あんな。これでも普通に高い声で、はい、すぐにみたいな、ピッオープルッって自分でなんかいろいろ機械の音を出して。ちょっと来てくれへん、うち孫来てくれへん孫おるから声いろいろ変えてほしいわ。願い事ということで、今回はですね、皆さんに事前に短冊に願い事を書いていただきました。ですね、僕もせっかくなんでっていうことで、バラエティ番組に出たい。いや出てんじゃんかよ。ガチのやつ書いてる。ガチのやつ。僕声優でね、こうやっていろいろ仕事をさせていただいてるんですけど、こういう機会があると師匠とか朝子さんとかと出会えたりとかすると、はいはい、バラエティに僕も挑戦してみたいな。言うとくわ、言うとくわ。あ、言うといてください。